お札の向きを揃えて財布に入れるとなんか金運がアップするみたいなのよく見えるんだけど、あれって本当だと思うかどうかっていう話なんだけど、俺は本当だと思ってて、それは別に非科学的な話じゃなくてスピリチュアルな話でもなくて、単純に自分の財布の中にお金がいくらあるかっていうのをちゃんと把握できるからだと思うんだよね、結果的には。だからお札の向きを揃えるっていう、だから上向きとか下向きとか裏とか表とか関係なくちゃんと管理する、今いくらある、いくら使ったっていうのを管理できる、そこの方が重要で、揃えることは別に重要じゃないっていうか、まあ、そういった気がするんだけども、どう思いますか、それに関して。お札の向きを揃えるのっていうのは、うん、数字を読みやすいためだと思うのね。どういう意味？あの千円札が一番札か分からんとかそういう話してる今。まあ、色で分かるけど、うん、パッと見、うん、上やったり下やったりすると、うん、色では分かるけど、うん、あ 色ってさ、パッと見さ瞬間的には分からない、うん、でも顔、例えばあの数字とか顔の印刷のものが違うから、うん、それですぐ分かったりするから、うん、あ、だからあえてこう札の向きを揃えたりすると、うん、もっと認識しやすい。でなただちょっと一個分からんのは、うん、お札の向きを下向きにするといいっていう根拠は私は分かる、うん、俺ね全く同じだと思うんだよ。上向きに揃えようが下向きに揃えようが一つ自分の中でルール作ってやれば、うん、もう全く同じ結果が出ると思ってる俺は。分かんない。つまりお金が、さっきも言ったんだけど、お金が今いくらあってどのぐらいのペースでやってるかっていうのを管理するっていう、そういう意識だと思うんだよね。だから下向きの方が絶対いいんだって言ってる人にね言いたいんだけどね、うん、じゃあ全く同じように上向きにして過ごしてみてって言って試してほしい。俺同じ結果になると思う。まあそこはそうだと思うよ、うん、ただそこの謎は分からん、うん、下向きも上向きも同じだと思う。ただバラバラにしておく、もう入れたり入れっぱなしにして整理整頓しないということをすると多少減量早くなるような気がするね。自分がいくら持っていくら使ってか分かんないからね、うん、あ、3分ぴったりぴったりだね。あ、4分かなのでだからなんとかペイとかね、電子マネーとかなんとかペイとかクレジットカードとか使ってるとやっぱり管理できない人はガンガン使っちゃってお金の減りが早くなるなっていう気がするけど、それをちゃんと、お小遣い帳みたいなね、家計簿みたいなね、そのちゃんとつけたりアプリとかで管理してる人はまあお札を揃える人と変わらないようになりづらいかと思うよ。ちゃんと管理できてる。そこもちょっと行こうにちょっとなりづらいかなと思ってきたね。管理できるかどうかの違いと思うよ。だから財布の中で管理できてればよくて、うん、それが出し入れが、うん、あの仕掛けをつけると思ったら出るものがとにかく出るんだで、うん、財布の中であじゃあ今週はこうしよう、まあ、こうしよう4分経った、うん、っていう風になるから、うん、あの家計簿つけようが1ヶ月その金額その金で何がな、うん、とにかく何でも日用品でも食費でもオールで賄えればいいのかなと思って、別に家計簿までそんな細かく書く必要はないのかなと思って。だからさクレジットカードとかさ、うん、その例えばね LINE ペイとかペイペイとかいろんなペイを使ってる人たちがね、うん、その現金じゃないな7円って言ってトータルで今いくら使ってて今月いくら使ってもいい残りはいくらですっていうのは全部見えるんだったら、うんいいと思ってて、うん、それと同じことがその財布の中だけで現金でやってるって人はちゃんとそれを揃えた方がいいと思うし、うん、なんか俺みたいにいろんなペイを使いすぎてね、うん、どこでいくら使ったかっても管理しきれないみたいになっちゃうと、うん、いくら得しようがその分使っちゃってなんか結局たまらないよなっていう気がするので、うん、それは分かるよ、そこは分かるけど、うん、今話してるのは違うよ。え、どういうこと？家計簿をしっかりつけて、うんって言ったじゃん。でもそれはあの今の話は現金での会話であって、うん、クレジット云々はその私が質問した後に出てきた話だって。じゃあ俺が言いたいのは、うん、なんか金額をしっかり細かく書いてっていうのは、うん、そこまで書かんでもあの財布の中でのこれで過ごすっていうやり方があるから、うん、その中でどういう風な使い方までで細かいことまではいらねえんじゃねえかなと家計簿をつけてと思ってる。じゃあ家計簿をつけるっていうことはその、うん、なんていうの本来の目的はね、今自分がいくら使ってて残りいくらあるのかっていうのを把握する方法のうちの一つとして家計簿って言ってるだけで、うん、家計簿を細かく書くことがその目的じゃなくて、うん、現金で、うん、
現金の現金がね、把握の仕方でしょ。現金が財布の中に入ってれば減れば減るわけでしょ、うん、残りいくらって見えるわけじゃん。でもクレジットカードとかなんとかペイとかだと残りいくらっていうのとか見えないんだよね、うん、常に見えない。アプリを開けば見える、家計簿を開けば見えるかもしれないけども、財布開いてもそれは分かんないんだよね。だからそれをちゃんと見える化できるようなシステムがあれば、例えばなんか思いついた時にグラフみたいなのがパッと見れて、あ今月これくらい使ってて、あといくら使えるっていうのがグラフ化でもうビジュアル的に分かるということが常にできるんであれば、それはそれいいと思うんだけど、うん、だから財布は財布に現金が入ってるっていうのはそれができてると思うんだよね、うん、あと3万円ある、あと2万ある、あと1万あるっていうのはもう見える化できてるじゃん。だから それとは別な人でそのクレジットとか現玉を使わない人間、現玉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 あ現金を使わない人にとっては、うん、そういうあの紙っていうか証拠となる数字を確認する場所があればいいだろうけど、うんうん、財布で私みたいにクレジットカードが嫌いとかっていう人間は、うん、そこまで家計簿とかは、うん、いらねえんだなっていうのを思い始めて、うん、だってうちにしろ減るものが減る、うん、だってそれがために節約っていうのに縛られるとかなりきついなっていうのに気づいた。なんかちょっと話の趣旨がずれてきたね。だから、うん、財布だあのお財布内で賄う人は別に、うんうんうん、話はずれてきたからな、うん、だけどクレジットカードペイペイだの還元だのっていうのでやり取り やってる人は、うん、まあ証拠というか忘れないためのものをあった方がいいっていう君の意見は分かるって、うんうん、ただなんだろうな、例えばペイペイだったら月に、まあ、例えば2万チャージしてこれがなくなったらもう絶対チャージしませんみたいなやり方をすれば残りいくらとかって分かるから、うん、そうだけお小遣いとかね、いいと財布の中のうちの月の初めにいくらだけ入れる、うん、それ以降は絶対にチャージしませんとかっていう自分のルールがあればいいけど、うん、途中で急になんかあ今日得だけチャージしようやとかっていう風なやり取りをしていくと、うん、多分パニックになる、うん、そのペイペイとかだと例えばねペイペイとかで、まあ、じゃあ例えば今月2万チャージしましたと、うん、月初めにこの2万がなくなったらもう終わりですと、うん、いうやり方をした場合にねやっぱ数字で減ってくんだよね、うん、2万っていう数字がまずあって、うん、まあ、1万9000、1万8000、5000とかって数字が減ってくんだけど、うん、やっぱそれってなんかビジュアル的に感覚的にこう分かりづらいっていうか、まあ、分かるっちゃ分かるんだけど、だって実際に数字は減るけど、うん、手元の例えばお金が減ってくわけじゃないから、うん、リアルじゃない、うん、だから例えばさプレゼンテーションの話とかだとさ、うん、こう数字を出した時に、ね、絶対にグラフ化せっていうのは結構鉄則なんだけど、うん、人に何かものを分かってもらうために数字をそのまま出すんじゃなくて絶対にグラフ化して棒グラフとかね円グラフとかね折れ線グラフとかでグラフ化してビジュアルで訴えかけないと分かってもらえないっていうのが鉄則であるんだけど、なんかそれに近いっていう なんか人間数字で見せられてもなんかこう感覚的に分からないっていうか、例えばアナログ時計とデジタル時計があった時にさ、うん、なんかこうアナログの方がなんとなくさ時間把握できる感じしない、あと40分とか言われた時にさこうメーターみたいな感じじゃん、アナログの方はその感覚捉えやすいじゃん、ビジュアルでわかるから、だからそれに近いっていうか、だから人間こう見た目でこう感覚的にわかるっていうのはすごく重要なんじゃないかなっていうのは思ったりするんだけども、これははぁみたいな感じする。うん、私は時間で動いてる人間じゃん、時計見るときでもアナログの方がいいでしょ、うん、あ、でもあと何時間とかあと何分とかってさあんまりそれ気にならない、気にならない、あの、ね、デジタルでも、うん、アナログでも、うん、お客さんの家によっては、うん、あの数字を見た時にそこまで気になったことはない。職場にあるさ、会社にあるさ、まあ、今までいろんな会社経験したアナログで、アナログでしょ、でもここはデジタルじゃん、俺これアナログの方がいいと思ってんだね。いや別にそれはもうさ、そういう風な切り替えができてるから、それは人それぞれでしょ。それはもうね天才だね。え、だってお客さんの言うと今こうだからアナログで言うとこうだって考えるようにならなくて、うん、例えば終了時間も決まってる、うん、あ、じゃあここまでにこれを仕上げておいた方がいいっていうのは自分たちの頭の中であるから、うん、そういうのはない、はあ、え、ま、じゃあさグラフで見た時とさ数字で見た時にさ、それは分かる、どっちが分かりやすいかって、やっぱグラフの方が分かりやすいでしょ、うん、感覚的に分かるっていうかさ、うん、それは分かるよ、それに近いっていう話をしようとしてたんだけどなんかちょっとそれだね、うん、そこはそこ の, あの数字じゃなくてなんかあの表みたいので、
数字だけじゃない表で見るのは、うん、うん、そっちの方がパッと見は分かりやすいなと思って、うん、でも聞きながら思ったら金だったら札束上げた方がよっぽど分かりやすいなと思って、そういうことだけ実際そういうこと1万円とか5000円とか1000円っていうのをずらっと見せて小銭がいくらって言った方が、うん、そうだね、写真を見せた方がリアリティが、うん、確かにね、うん、それが、ま、あなたでいう円グラフの近いの、うんうん、そうだね、グラフ、え、折れ線グラフとかっていう近い、もっとそうだと思うなと思った、うん、やっぱこう人間こうね数字をそのまま見せられるよりこう現物で見た方がなんかこうありがたみとか分かりやすさとかそういうのはやっぱ強い気がするから、うん、まあ、だいぶ話されたんだけど結局札を揃えるっていうことがそういうことっていうかビジュアルで訴えかけるっていうかそういう話、君はどっちの立場なの？だから揃えた方がいいと思う。財布持ってんだったらね、財布持ってるんだとしたら多分、うん、別に止めますか、長すぎる、何を喋ってたんだ俺は。